も、ジョン・マイ・ラブでした。今日も10時半公演でしたね。ありがとうございました、見に来てくださった方。今日は一般のお客様と、あの学校観劇、2つの学校の2つの小学校がのかの子供たちが見に来てくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。私は先ほどご飯を食べました。美味しかったです。そしてね、明日、まあ、休園日ということで、明日お休みを挟、休園日というか普通にも火曜日は、毎週火曜日はお休みなんですけど、明日一日お休みを、言えてなかった、明日一日お休みを挟みまして、16日が今月の最終日ですね。今月ルンテツ最終日になります。はい、そしてね、本日は急遽代役を務めてくださった大岩さんの千秋楽でもありました。高野のありがとうございました。愛媛新聞にかおるちゃん載ってたよ。嘘、え、いつのやつだ、今日ですか、それともだいぶ前のことかな、気になる。それも気になるけど、後ろにある謎に手袋置いてるのも気になるでしょうね。あ、そして皆さん、今日はハッピーバレンタインということで、そうですね、じゃあ私からは皆さんにこれをプレゼントしたいと思います。アーキーさん、ハッピーバレンタインありがとうございます。皆さんね、こちらをプレゼントします。はい、私の大好きなベビーポエムのベイクドチーズ、はい、プレゼントどうぞ私の大好きなね、今日も食べました、舞台終わった後に食べたベビーポエムのベイクドチーズでございます。プレゼント for you、 画面越しですが、昨日のやつに載ってた、マジ初耳だ。どんな内容だったんだろう、うちに愛媛新聞あるかな、ちょっと後でお母さんに聞いてみようかな。美味しいやつやん。そう、美味しいやつです。今日は鬼レクキャストの方3人来られてました。そうなんですよそう、私最初なんか大体客なんか、そう、今日来るって聞いてなんか変に緊張しちゃいましたマジかみたいな。でもそう、多分大岩さんがまあ出演されてるからっていうこともあったんですけど、めっちゃちょっとね緊張しましたね。あ、ジョン・マイ・ラブで昨日載ってたんだ。え、どんな内容だったんだろう気になる。ちょっとなんか高殿が喋ってる時に一瞬笑ってる方いらっしゃったんですよ。多分キャストの方なのかなって、ちょっと一瞬チラッと見えちゃったので、ちょっとなんかちょっと笑ってるのがあ、笑ってるなって思いながらそう、ちょっと一瞬あって なりました。私そう、いやー、2月のルンテツもなかなか濃かったですね。公演数自体はそんなすごいたくさんではなかったんですけど、でもそれでもすごい濃かったなって思いますね。でも今日でルンテツも10公演目になりましたね。うん、折り返しになるのかな、ちょっと
自分の公演数全部で何公演だったっけって一瞬めっちゃ考えちゃうんですけど、もうなんだろう、本当にこうやってなんかその毎日、まあ期間は限られているんですけども、その毎日その舞台に立たせていただけるっていうことは本当にありがたくて、うん、なんかもう幸せですね本当に。てっちゃんでいられる時間っていうのがめちゃめちゃ私にとってはすごく幸せですね。まあ、本日はちょっとだけちょっとしたお仕事がありまして、公演後にそうだったんですけど、そのお会いした方もその今日ボッチャンじゃなくてジョンマイラブ見られたんですけど、なんかいざなんかステージと違って実際会うとなんか小柄ですねって言われましたよく言われるんですっつって、そうそう、ステージのなんかステージ立った姿となんかステージ立ってる時よりなんかすごい小柄な印象が、な実際会うと小柄ですねみたいに言われましたそうか、それはきっとなんかいい意味で捉えていいんでしょうかね。でもやっぱそのオーラがあるというかみたいに言われて、ありがとう、本当かなとかちょっと思いつつありがとうございますって言ったんですけど、そうでもたまに言われる、なんか思ったよりちっちゃいんだねって言われます。アーキーさん、クッキーありがとうございます。ちょっとあくびしていい？2日間朝公演だったんでね、ちょっと慣れないからちょっとだけね大変だったんですけど、まあでも無事朝公演、もう水曜日は2時公演なんですけど、無事の朝公演も終えられたということでね、よかったです。レディオさん、クッキーありがとう。初見さんありがとうございます。さて、じゃあ今日は何の話をしていきますか。ごめんなさいね、ちょっとあくびが止まらなくて申し訳ない。マジで暇になったらピースする癖をちょっと改めたいなと思いつつ、お眠タイムちょっとだけお眠ですね。夕飯食べたからかな。そんなことある。でもちょっとお眠です。そういえば今日はなんかめちゃめちゃパスタが食べたいなってすごい思ったんですよ。食べてはないんですけど、もし明日元気だったらパスタをちょっと食べようかどうか悩みたいと思います。ゆうやさん、好き好きありがとう。指ハート、今日は何時起き？今日は5時50分に起きました。玉国さん、チョコレートありがとう。カラスのカオコさん、チョコレートありがとう。ピヨってるな。はやちゃんさん、猫さんありがとう。今日パスタココで食べた。いいな。パスタココでパスタまだ食べたことないんだよね。そのパスタココも1回しか行ったことなくて、ハンバーグしか食べてないから、いやサラダも食べたんですけど、パスタココ行きたいな。そう、パスタココっていうイタリアンがあのぼっちゃん劇場の近くにあるんですよ。そう、
いちふくかわいい、ありがとうございます。いちごではないかな。でもなこれは何なんだろうね。お花とかは書いてあるんですけど、ちょっとこれが何なのかは分からん。私も確かにちょっといちごっぽくはあるんだよね。まあ、でもこれ結構そう刺繍のやつなんで、そうグラニフ T シャツです、私の好きな。まあ好きって言ってもそんなにすげえ買ったことはないんですけど、刺繍のお洋服が大好きですね。昨日パスタココいいじゃん。あでも誰かが温泉卵、あサラダについサラダの温泉卵添え食べてた気がするな。羨ましい。ジョン・マイ・ラムの半券見せればデザートのケーキくれますよ。半券か、それって有効期限あります？私あのめちゃめちゃいつだったかな、ちょっと待って、1ヶ月有効？あ、じゃあダメだ。これ12月1日ダメですね。アウト、アウトです。あ、やば、ファイルにあのキラキラがついてる。い12月のやつと11月末のやつと初日のがあります。もう全部使えないやつだ。あのネタバレになるというか、これジョン・マイ・ラブのラストの方で全部キラキラなんですけど、それが入ってる。割とねあれって結構ね、なんか今日終わってまあちょっとまあ戻っまあ夜、まあ、お風呂とか入ろうと思ってそれやったら意外とまだキラキラついてるっていうこと結構あるんですよね。アーティーさんチョコレートありがとう。はいちゃんさんチョコレートありがとうございます。ちなみに今日見に来てくださった方はいらっしゃいますか？ジョン・マイ・ラブ今日見に来てくださった人、まあ、あんまりはいないでしょうね。平日だしね、愛媛だし、あんまりはいないと思うんですけど、誰かいますか？ゆうやさんハートありがとう。ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。イエーイ、行きました。知ってる、ありがとう。指差しいただきました。ウェイ、アルビンズランクさんハートありがとう。あ、飛行機ね、気をつけてくださいね。井田博之さんチョコレートありがとうございました。玉国さんナイリウムありがとう。イエーイ、昨日も今日も同じ席でした。それはすごいな。同じ席2日連続で席が被るって、それはすごい。まあそしてね、まあもう早いことで明後日が今月最後のジョン・マイ・ラブ、今日さい、あさってがルンテツ最後でさ、2月は早いよ。ファンキーキャットさんレインボースターありがとうございます。まあ早いんですけどね、まあ2月のラストも楽しんでいきたいと思います。まあそのあさってのが終わったら次は、次回は来月の3月4日、まあ約2週間後です。意外と早い、そう割とすぐ戻ってくるので皆さん待っててください。
昨日誕生日だった。おおめでとうございます。それほどロスにならない。そうですね、まあならないと願ってます。そうか、昨日誕生日か、おめでとうございます。なんか誕生日って聞いた途端なんかすごいいちごのショートケーキをすごい今食べた気分になりましたね。食べたいな、ケーキが食べたい、甘いものがすごい食べたい気分ではある。まあ今日は食べないんですけどね。そうか、今日バレンタインデーか。いいね、お誕生日ってね、なんかおいい特別な日って感じしません？私はする、しない時もあるけど、なんかでもやっぱ特別な日になるかどうかってさ、もうその周りの反応で決まるくない？なんか誰もさおめでとうって言ってくれなかったら、なんか普通の日だなって思っちゃう私は。まあ私にはその祝ってくれる方がいらっしゃるんですけどね。差し入れにチョコありましたか？まああったっちゃあったかね。まあでも一応その私たちもあの女子楽屋、まあ女子そのジョンマイラブの女子のキャストさんたちからのバレンタインチョコみたいなのはありました。一応なんか私もスタッフさんからねキットカットのメロン味をもらいました。今日家族が誕生日だからチョコあげた。素敵、いいね。結構バレンタインだからっていう風になんかしてチョコをねなんか用意してくださった方もいらっしゃいましたね。私はちょっと全然取ってなかったんですけど。メロン味初耳じゃない？なんか持っていきな持っていきなって言われて2つぐらいもらったんですけど、2つもらったんですけど、どっちも同じメッセージだった。きっと努力は実る。これ受験だな。桜咲くようは受験だ。ほらメロン味、まあ、多分ねなんか食べられる気がする。実際のメロンはそんな食べられないんだけど、チョコのメロン味だったらなんか食べられそうな気がしますね。そんなことない。どうなんだろう。まあでもチョコは私結構いちご味が好きですね。いちご味だったらなんかチョコそのまま食べてくださいって言われても食べられそう。確かに抹茶のキットカットはねよくありますよね。ああ体バッキバキ。今日は夕飯唐揚げ食べて、あとタケノコの土佐煮を土佐高知のねタケノコの土佐煮というものを食べましたね。あとはサラダとトマトとご飯、美味しかったです。タケノコが美味しかった。結構ちょっと春が近づいてる感じしますね。皆さんってなんか休日はなんか何して過ごしますか？家でぼーっとするとか、なんか本読むとか、逆に外に出て遊ぶとか、まあいろいろね過ごし方あるんですけど、理想の休日の過ごし方ありますか？もう前日までめっちゃ頑張って仕事したりとか、用事済ませたりとか、働いたりとかした、次の日の下、次の日がお休みだった場合ってどうしますか？
私はね、元気じゃなかったらもう基本的にもうね、ずっとぼーっとしてますね、部屋の中で。そう、もう一歩も外に出ないみたいな。最近はハマってるゲームします。めっちゃいいじゃん。何ハマってるの？スーパー銭湯とか行く。あーいいね、温泉いいよね。マーズでランチ最高か。いいね。でも私も結構休日はマーズでランチっていうこともあるね。明日どうしようかな。ここでおたかつちゃうの？うん、最近ね、ぶっちゃけおたかつ全くしてない。海海さん、チョコありがとうございます。近所の海岸へ散歩、素敵じゃない、最高。たまった洗濯物を片付ける、えらい。ゆうやさん、かわいい、ありがとうございます。あ、エイペックスか。名前だけ聞いたことあるけど、あんま荒野行動との違いがよくわからないんですよね。玉国さん、サイリウムありがとうございます。そう、荒野行動と何が違うんだろうって思っちゃうんだよ。あくび、ごめんね、なんかめっちゃ伸びとかしちゃうんですけど。手袋。おたかつなければ家に引きこもってる。わかる。引きこもるよね。アーキーさん、チョコありがとう。そう、それでジョン・マイ・ラブの話で、あの FM 愛媛っていうラジオ放送局あるんですけど、そこでなんかいろんな番組のパーソナリティをしてらっしゃる塩出玲さんっていう方が昨日見に来てくださってて、なんかその感想をツイッターとかインスタグラムとかにね、載せてくださって嬉しかったですね。なんか理想はね、私も休日の過ごし方として理想なのは、なんかお部屋の片付けしたりとかする日もあるし、そうっていう日とか、なんだろう、あの、なんて言うんだろう、なんかまあ外にお出かけするとか、なんかそういうことなんですけど、まあ現実的に言う、現実はね、もう一歩も外に出ない。だいたいそういう現実です、私は。本当にマジで一歩も外出ないからね、本当に。結構休日はもうなんか超疲れたなみたいな日が多いので、その前日まで頑張ってたら、だからなんかもうぼーっとする時間が多いですね、基本的に。明日はね、ゆっくり休んで、次の日の、その明後日のね、ジョン・マイ・ラブに向けてちょっとね、ゆっくり休みたいなと思います。でも寂しいな、なんか本当に途端にいろいろ寂しくなっちゃうんですよね。ぼーっとしてるときって仕事のことは考えたりしない？
それはぼーっとしてるとはあんまり言わないんじゃないのかな。どうなんだろう。仕事のことは何も考えないかも。仕事？仕事っていうのはこの活動のことですかね。基本的には考えないかな。本当にね、大変だ、大変だ何が大変なんだっていう話なんですけど、何か明日は美味しいものが食べられたらいいな。毎日美味しいものは食べてるんですけどね、なんかあるじゃんそういう時って。普段なかなか食べないパスタとか、なんかそういうラーメンみたいなとか、とか甘いものとかなんか食べたいなみたいな思う時ってありませんか？私はあります。なんか心ゆくまでお肉を食べたい気分ではあります。今すごく食べたんですけどね、お肉、唐揚げっていうね、鶏肉ですよ。そう、胸肉だったの。唐揚げ、胸肉も美味しいよね。でももも肉のジューシーさもね、美味しいって思いますね。すごい音してるエアコンエアコンのすごい音がしておりますが、ね、本当に。まあね、今月もあとジョン・マイ・ラブ1回公演なんですが、頑張っていきたいと思います。そしてその日にはなんと篠崎高の助役のルンルンが戻ってくるということで、それもね、久しぶりです、ルンルンに会えるの。ルンルンさんに久しぶりに会えるので、それもすごく楽しみでございます。はい、ということで、じゃあ今日はちょっと早いんですけどね、ここら辺で終わりにしたいと思います。じゃあランキングを読んでいきます。13位ガオリーさん、12位ファワジズさん、11位キャパさん、10位アルビンズランクさん、9位ブケニャさん、8位滝蔵ベーカリー2号店さん、7位夏目さん、6位カラスのカーコさん、5位海指さん、4位ソランさん、3位玉国さん、2位はやちゃんさん、1位がアーキーさんでした。はい、というわけで、じゃあ今日も見てくださってありがとうございました。また明日、おやすみなさい。ありがとうございました。またねー。